下北沢に来ております。どうも最新の一本番組潰れちゃう潰れちゃうって言うのよ。酒井小笠原の声優プレイ、はい、というわけで、僕たち今下北沢に、来ております。見ての通り下北沢。リク、他の番組とかでロケやったりしてる？ロケやったりはしますけど、うん、下北沢に来るのは初めて。初めて、はい、でプライベートとしても、うん、本当に学生の頃一回来た日です。あ、そうなの。酒井さん来られますか？いや、なかなかないね。こうしてなんか街ブラ的なね、確かにやるのはなかなかすごい、なんか楽しみな感じします、はい、というわけで今回ね、我々2人だけじゃなくて、はい、まあなんか新しいメンバー加わって書いてありますけど、はい、もうなんか割とおなじみのですね。ですはい、というわけでじゃあこちらの方に、はい、登場していただきましょう。どうぞ。あ、どうも最新の傘のしまい方をご存知ですか？違う、はい、え、マスク入ってるのってアンキーじゃん。もうアンキー出せてないし、出せてしまえてない、しまえてないしパンツ見えるから違う、こうやって、はい、おー、かっこいい、ほら。ということで皆さんどうも、こんにちは、白井雄介です。はい、はい、お邪魔します。僕から見るとやっぱりあのお二人が並ぶと A3 のイメージがやっぱりある。あ、まあ、まあ下北っていうのもあるよね。あ、なるほどね、はい、やっぱそう、はいはい、そういうこと。今回北沢に手紙が、あ、あれ来ましたよ、声優プレイおなじみの。あ、出た手紙。これ何、出た、これなんかね、指令みたいなのが入ってる。ろくなこと書いてない紙、はい、はい、というわけでこちら、はい、お手紙いただきまして、ゲームプレイマスターから、読み上げさせていただきます。はい、酒井様、小笠原様、そして白井様、今回ご出演ありがとうございます。おいおい、こちらこそ。春の気配もようやく整い、心浮き立つ今日この頃、お三方、お変わりなくご活躍のこととお喜び申し上げます。すごい、飾ってますね。今回事前にアンケートを取らせていただきました。しかし、はい、そのアンケートを見てみると、3人で行ってみたいところ、酒井光大、メイド喫茶、白井雄介、メイド喫茶、笑い。うん、白井さんに関しては別の項目にもメイド喫茶と書かれており、下心がアンケート用紙からにしみ出ております。下心じゃない、下心で書いたんですか。30代仲間のお二人、よく覚えておいてください。え、下北沢にはメイド喫茶などございません。そうなの。よって今回は20代の爽やかな小笠原仁君のアンケートをメインに下北沢周辺を巡る回とさせていただきます。以上、プレイマスターより。映ってます、YouTuberのようだ。確かに、というわけでいいですよね、このなんかちょっとさ、あの大通りというか、あの賑わってるところからちょっと外れてるようなね、ところはいい。ちょっと待って、はいはい、ここです。お、ここですか。こちら、こちら僕が行きたかったところ1軒目、はい、おもちゃ屋さんでございますね。はいはいはい、はい、はい、ホビーショップサニーさん、サニーさん、はい、ございます。こちら何があるんですか。1階にはすごいたくさんプラモデルあって、うん、2階に行くとすごいいろんなおもちゃが置いてるそうなんですけども、なるほど、まあ、ちょっと3人で探してお気に入りのなんかホビーを見つけて、いい、ね、見つけてみたいな。いいやつがあったら買っても良いと。買っても良いですよ、買いましょう。もちろん、はい、さすが、ちょっと行きますか、はい、行きましょう、はい、行きましょう、はい、失礼いたします。お邪魔します。わー、すごい所狭しと、ね、いや、こういうの好き。こんにちは。あ、お邪魔します。フィギュアとかね、プラモがいっぱいありますよ。はい、あ、ミニオンクあるじゃん。あ、出た、ほら、白井さん、はい、バトライダーガーとか、うん、あ、すごいあるじゃん。いいじゃん、めちゃくちゃテンション上がってる。さすが、あるじゃん、白井さん、はいはい、あるじゃん、あるじゃん。本拠地の人、え、なにこれ、ビークスティンガーだって。ビークスパイダーとレイスティンガー混ざってるじゃん。合体してるやつがあるんですね。初めて見た。なに、コスモソニックだって。新しいソニックだ。これあれだ、中学生編の列のね、マシーンですね。そうですね、これ語り始めたらちょっと終わらなさそうなんで、ちょっと行きましょう。これ白井さんがあの一本番組潰れちゃう。潰れちゃうって言うのよ。うわ、これ何、もう何、何、あ、あれじゃないですか、固定放題というか、あの、本当だ本当だ、移動式の放題だ。移動式の放題だ。かっこよ、何これ。こういうののプラモってあるんだね。それあるか。酒井どうも。酒井放題。皆さんこんにちは、酒井放題です。よろしくお願いします。触れると火傷しそう。打ち貫くのみです。
かっこいい。じゃあ続きまして上でございます。2階でございます。これなんで何のクリーチャー？これ何？すごいね。フレフレみたいな感じ。みたいな。どこを触れてどこから触れていいのか。ほら、アイドリスセブン。なんで？なんでこんなところに玉木？アクリルスタンドですかね。あら、はい。すごいな。失礼いたします。こんにちは。邪魔します。失礼いたします。すぐ目の前にはフィギュア。そうですね。こちらはフィギュア。いいですね。あ、1階はプラモで。こちらもなんかガンダム系だとか。ガンダムとプラモじゃないフィギュアね。なんかこれ渡るかな。それ渡る。渡るっぽいですよね。お、あ、さかちゃん好きな。ほら。あ、ガンバスターある。これ欲しいな。5800円。いいですね。いいお値段。いいお値段。でもね、超合金。あ、超合金のやつなんだ。そうなんだ。この奥とかもすごいですね。なんかすごいね。ちょっと行ってみよう。じゃあ、おお、おお、え、うわすごい。わ、ええ、なんですかこれ。え、これ映していく、受けない。いやこれ。ああ、見てください。武装神器ですよ。武装神器。琴山さんが。これなんかメカ娘的なね。そうなんです。今ゲームセンターでもアーケードが稼働しておりますけれどもね。可愛い。ストラフ型のこういうメカメカしい。女の子の美少女が好きなのね。美少女が好きですね、小笠原は。はい、いや、というわけで、もうめちゃくちゃいろいろ魅力的なものがあるんですけど。満腹だ。なんか、欲しいぞってありました。いや、もう、超合金のガンバスターです。ガンバスター僕は。いや、僕もちょっと、もう思い出のタイトル、この武装神器シリーズ、フレームアームズガールの、うん、この子。いや、僕のなんか好きな武装神器のロマンがすごい詰まってる。なんかメカメカしいですね。重々しい武装だけどちょっと軽やかな感じ。これかな。これか。白井さん消えた。白井さんなんかね、欲しいものは？欲しいものあさってる。なんかさらに、うん、いや今ねロボットゾーンをね。ロボットゾーン。あ、これが酒井ちゃんが欲しいって言ったね。ガンバスターですね。ガンバスターね。はい。これめちゃめちゃかっこいいですけれども。白井さんないですか？俺はね、そうだね。もう何でも変えちゃうから。違う。何でも変えちゃうから。そういうやつじゃない。そういう感じです。かっこいいなぁ。じゃあ、お会計ですか？これから。あ、お会計いきます。ガチで買います。いやー、はい、でもね、いいよね。お記念にというか。そうですよ。なかなか、ね、買いませんから。あ、すいません。はい。これ。ん？じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、レッツプレイ。最初はグー、じゃんけん、ファイヤー。やれよ。さあ、わかんない。酒井ちゃんまず、わかんない。はい、最初はグーじゃんけんファイヤー。ファイヤー、ファイヤー。ほう、フォローとなったガンバスターは無敵なんですよ。炎です。あー、なるほどね。見かけて。さあ、そして一方のワラジン。ワラジンくん、最初はグーじゃんけん月の光よですね。ほう、まあ、ちょっと作品は違うんですけれども、ちょっとまあ、ロボってところで、まあ、X をちょっと僕が引き合い出した、うん、彼女をね、うん、選んだ彼女の見た目がちょっと月光っぽかった、月下美人っぽかったので、なるほどね。ちょっとそのガンバスターにちょっと対抗できる、また巨大メカの、まあ、例のあのセリフをちょっと、はいはい、なるほど。これは、ちょっと決めかねております。困る、一番困る。確かに、一番困る。いや、迷ってる。結果発表しましょうか。あ、お、いいですか。はい、決まるんだ。勝者は、小笠原チーム。やだー、ありがとうございます。ありました。酒井ちゃんは自腹という形でね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。はい。1万と、あー、ありがとうございます。これ飾ろう。手に入れてしまった。え、どういうこと？人
クがやりたいことを巡るのにジンクがいなくなっちゃうわけ。そうです、ちょっと急遽え、何？え？すみません、いや、でも大与夫です。今回、僕、2カ所、お二人と一緒に行きたいなっていうところがあったんですけど、ちょっと2カ所目までには帰ってくるんで中抜けってこと？中抜けくんです。そうです。ここはビレバンだ。持ってる男、白井祐介。え？どこ行こうかね。下北沢でメンバー最高。高評価、チャンネル登録お願いします。